アーセナルのボールで試合が開始します。エブラ、ボールにはウォルコット、ディアビ、これはファンペルシー、アルシャビン、クリシー、ロスタイム表示されます。視線が中にいった。さあ出すか、さあアーセナルのキックオフで試合開始です。カットされます。ウォルコット合わせてくるか、これはディフェンスが勝った。ジェラードへのファールもレフリーの判断は続行です。フェルナンド・トーレス狙いたい、コーナーキックで続きます。シュートは枠を外れます。ジェラードが攻守に効いています。ここでアクイラーニ、前がかりに仕掛けていきます。抜いた、周りを確認したい。突破はなりませんでしたが、ボールはキープしています。動きに躍動感があふれます。ウォルコット、周りを確認したい。ファンペルシー入った、これはナイスシュート。ピシー、ディフェンスの網にかかる、ボールを取られました。いました、フェルナンド・トーレスです。ゴールが見えてきた、これは惜しい。アッゲル、フェルナンド・トーレス、ジェラード、足元の柔らかさが光ります。シュート決まった、同点ゴールです。リエラ、攻撃に厚みを出してきます。ベナヨン、シュートコースがありませんでした。スペースを狙ってきた、つながります。決まるか、このシュートは決まりません。ボールにはファブレガス、ディアビ、ガラス、ここにサニアがいます。ウォルコット上がった、パンチングで弾きました。味方が上がってチャンスを作りにかかります。キャッチしました。ここで攻守が入れ替わります。フェルナンド・トーレス、ここで絡みます。止まらないフェルナンド・トーレス、これは入らないと、やはり何かやってきそうな雰囲気持ってますね。そうですね、実績ありますからね。ルーズボールになった、オフサイドの旗が上がっています。キャラが、またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。マシェラーノが抑えます。ジェラード、いました、フェルナンド・トーレスです。5、ディフェンスがブロックに入ります。ベナヨン、ゴールだ。綺麗に通った、素晴らしいパス。さあ折り返した、ここで網にかかる。さあ試合を振り出しに戻すチャンスで、これはパスミスになった。
パス通りました。顔を上げたい。ゴールラインを割ります。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。これはいい連携です。ディフェンスに当たる。打った。シュートはディフェンスがブロック。なんとかしのぎ切りました。通ったぞ。このボールを通すわけにはいきません。タイムアップ。リバプール勝利で試合終了です。キックオフ。マンチェスターシティがボールを動かします。ライト・フィリップス。シュートに行けるか。このボールはディフェンスに弾き返されます。ここで打つ。ボールをダッシュ。寄せが早い。ファンペルシー、ナイスシュート。ゴール決まった。クロスにはしっかりついている。上げさせない。フリーキックを指示します。シュートに反応。味方の位置を確認する。ファンペルシー。スプレガス。レスコットが絡みます。スティーブン・アイルランド。ここにいたのはイングランドのスピードスターことライト・フィリップス。アデバヨー。さあゴールの方向を向きたい。キーパーボールをつかみます。テベス。フリーキックの判定です。直接来たボールはキーパーが反応。これはベラミー。スティーブン・アイルランド。ファンペルシー。サニャ。ウォルコット。ファブレガス。チャンスの匂いのするパスです。ファンペルシー。中にスペースがあります。これは止められます。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。さあ味方が上がっていきます。つながった。コーナーキックです。キーパーが抑えます。ボールを奪い返しました。デニューソン。ファンペルシー。ボールにはウォルコット。ここはキーパーに任せます。これはどうなりますか。ウォルコット。あっとこぼれた。さあ折り返した。入った。これはナイスシュート。このボールはディフェンスが処理します。アンドレイ・アルシャビン。これはファンペルシー。ゴールが見えてきた。これはいい反応でした。動きに躍動感があふれますウォルコット。決まった。追加点です。ゴールが決まりました。自然と現れていましたね。アーセナルのフリーキックになります。スコアは3対0。確実な力の差を見せつけました。